島風は海上自衛隊の護衛艦、旗風型護衛艦の2番艦。艦名は島に吹く風、島から吹いてくる風に由来し、この名を受け継ぐ日本の艦艇としては旧海軍峰風型駆逐艦、島風型駆逐艦、島風に続き3代目。艦歴、島風は中期業務見積もりに基づく昭和58年度計画4500トン型護衛艦2312号艦として、三菱重工業長崎造船所で1984年3月29日に発注され、1985年1月13日に寄港され、1987年1月30日に浸水、1988年3月23日に就役し、同日付で第3護衛隊軍令下に進展された第63護衛隊に編入され、舞鶴に配備された。2012年8月22日、日豪新共同訓練に参加するため、訓練海域であるグアムからダーウィン周辺で8月29日まで訓練を実施。8月29日から9月14日までオーストラリア海軍主催の多国間海上共同訓練係12に参加した。2014年10月24日編成替えにより第4護衛隊軍第8護衛隊に編入された。定型航は佐世保である。